こんにちは、着付け教室あやあやずです。今日は着物の時の簡単なヘアアレンジについて説明したいと思います。あまり下げたことないんですけれども、長くしたらこのぐらいの長さあります、髪の毛。そして私は空いてなくって、ちょっと今白髪が見えてきてますが、ずっと20代ぐらいの頃から白髪染めをしています。全然空いてないです。パッツンって切っているだけです。変に空いたらまとめた時にピンピンって出てくるんですよね。なのでこの状態です。じゃあやっていきます。まず私使っているのは、ちょっとついてる中野スタイリングワックスっていうワックスなんですが、まあ、何でもいいと思うんですが、ワックス手につけて髪の毛全体になじませて、この生え際とかにしっかりつけてあげたりしてます。すみません、私美容師さんじゃないので、根本的に間違っているのかもしれないんですが、私的着物スタイリング、着物の時のヘアアレンジの仕方って感じでやっていきます。で、白はバシッと決めて分けるんじゃなくって、ジグザグとかに分けたりすることが多いです。そして今日は三つ編みのアレンジやってみます。三つ編みもそんなに得意じゃないんですが、結構三つ編み とっても上手な人いてますよね。三つ編みが、その方に聞いたら、ちゃんと編んだ時にしっかり締めるよっていうアドバイスいただいて、ちゃんと三つ編みした時に締めるようにしてます。まあ全然その方よりかは下手くそなんですが、多分ここで締めるっていうことやと思うんですけど、編み込みの時もこの時に締めないといけないんですって。そういえば私これまでは締めてなかったなって、ふんわりさせてたなって思いました。で、先まで三つ編みしていって、で100均とかにあるこんなゴムでくくって、先を最近はちょっとお団子にしてます。で、これピンピンって出ないのはやっぱ空いてないからなんですよね。空いてないから出にくい。反対側も3等分に分けて、根元しっかり締めて三つ編みしていきます。なんか木がどっかに行っているとちゃんと締めるのを忘れてしまうんですが、ちゃんと締めながら、後からゆるふわになるように出していったりします。三つ編みが一番髪の毛まとまってくれて、ヘアアレンジやりやすいと思います。で、また100均とかに売ってるこのゴムをで留めてあげて、で先を団子みたいな感じでくるんってしてあげて、こんな感じでやっといて、でまず1個上に上げていって、でここでピンを留めてあげます。これは多分美容師さんとかが上げているアメリカピンとかのヘアピンの留め方っていうのを見たらいいと思います。元地毛の、下にある毛とこの
三つ編みの毛を両方掴んでぐさって刺す感じです。刺し方が分かんないですよね。私も刺し方が最初分かりにくかったです。結構アメピンはいっぱい使ってしまうタイプなんですが、こんな感じでちょっとまたこれは最後に処理していきます。はい。で反対側も同じようにこうやって上げてもいいし、ちょっと足目にしたかったらこんな感じで上げたりとかもしていいし、ちょっと不揃いにしようかな。こんな感じで上げて、こう左右非対称にヘアセットするのは結構好きです。着物自体が左右対称なので、全部左右対称だったら面白くないかなと思って、左右非対称にする部分を作ったりする時も多いです。多分美容師さんとかだったらアメピンこんなに使わないんだと思うんですけど、もう1日中動いてたりとかしたらピンなんか崩れてくるんだったらいっぱい刺しといた方がいいやんっていう気持ちになるんですよね。はい、こんな感じで上げてから出していきます。持っといて指先でつまんで出す。これ着付けもとヘアアレンジってちょっと似てると思うんですけど、指先でちゃんとつまんであげないと、ギュってこうつまんだらピンって出てくるんですよね。着付けも無理やりビッってやったら着崩れするので、こう押さえといてこの指先で出すって感じで出していきます。見えますかね。よいしょ。な感じで反対側も、もうホットカーラーとかあんま使ってないですね。なんか本気でヘアセットする時とかは使うんですけど、普段用のざっくりの時は使ってないです。で髪の毛をすいてないのでピンピン出ないでヘアセットできるので、ギュッと持っときながら引っ張る感じ。こんな感じでやっていって、後ろもちょっとまとまりすぎかなと思ったら押さえといて指先でこう毛を出していく感じでふわってさせてあげます。こんな感じです。でちゃんとがっつり止まるように、私はケープ使うんですけど、出かける時なんかは下がってこないようにがっちり拭いといてあげます。不安やったらこの辺とかも刺したピン刺したりとかしたらいいと思います。こんな感じでヘアセットしてます。はい、どうでしたでしょうか。また私流の感じでやってみます。着付け教室あやあやずでした。ありがとうございました。